やじえ麻薬卵作っていい？何それ？え、なんか今流行ってるやつ。卵？うん、麻薬卵？うん、なんだそれ？普通のなんか煮卵みたいな感じ。作り方なんとなくわかる？うん、に卵ある？じゃあちょっと材料調べてみる。卵あるらしいから。ああ今ね調べたら、ネギ、玉ねぎ、ニンニクのチューブ、あとごまって書いてあったな。ごま。ごま。はい、ごまはまあいいか。あ、あと醤油と。だけだ、そんなもんかな。あと砂糖、砂糖もある。だし、あ、玉ねぎって言ったっけ。玉ねぎもある。あ、カレー粉。お、いけそうだ。やった。じゃあちょっと作ってみますか。すぐ多分できないと思う。なんかつけなきゃダメらしいから。あ、つけなくてもいいか。まあいいや、やってみよう。ルイボーチャンネル。よし、じゃあまず卵を煮ましょう。汁って剥がすの？いい、そのまま入れて。卵は水から入れて。ああ、そうやると割れちゃうよ。ああ、全部つけていいのってこと。熱くないから大丈夫。水からしないと。あ、そうなんだ。そうそう、茹でた状態じゃないんだよ、お湯。そうそうそう、こんぐらいでいいかな。全部全部全部。あ、全部10個。10個って言ったじゃん。ちなみに今日はいいね、パスタです。最近ハマってる。あ、そうなんだ。スープペペロ。あ、今日外で騒いだら少し引っこ抜いてたらさ鼻水が少し出てるの。出てるよ。すげえ引っこ抜きまくったよね。入るかなこれ。入るって大丈夫だって。あと1個か。でこれが何分ぐらいかな。ちょっと半熟っぽいのだと。それは次男先生に聞いてください。夏休みで半熟卵の研究。半熟ってさ、沸騰してから何分だっけ。5分ぐらい。5分ぐらい。よし、じゃあとりあえずスイッチ入れて。どんくらいがいいかな。中火くらい。うん、沸騰すればいいから。うん、よし、とりあえずじゃあその間にご飯食べましょう。はい。何かし。はい。じゃあ剥いていきましょう。綺麗に剥けますよ、ね。多分ね、有名だからね。この中に殻入れていいよ。後である、はい、ここに剥いたやつ入れよう。ケツから剥いてた方がいいんだ。あ、ケツこっちから。あの、ケツの頭あんの？割れ目入れた方があったでしょ。え？こっちさ、コンコンコンとしてる。あ、これしてねえな。してあるやつして。はい。の方が多分剥きやすいから。これは？あ、これもしてねえな。これ。あ、これ。そこにね、シール貼ってる方に気泡？空気質みたいなのがあるから。そうでもそれってさ、人の差時間でしょ。鳥からしたらさ、どっち側。いや、でも鳥、こっちから頭生まれるよ。ケツの方から。最後に、こう。え？わからん。よし、じゃあとりあえず剥いていきましょうね。うん。剥きやすいよ。めっちゃ綺麗に剥けた。スルンと向けたんだよ。すげえ綺麗じゃん。そうだよ、なんか面白かったでしょ。うん、薄皮も綺麗に向けてる。うん、まだ10個は出てる。まだ向いてきますよ。はい、ルイボーが撮影してます。ちょっとごめんごめん。
ちっちゃいからね、この辺がね。細かく切るの？あ、そういう感じに切るんだ。人切りみたいな感じになったかな。あ、じゃあ4等分ぐらいにしよう。ネギはね、方がうまいからね。うん、こんなもんでいいの？そんなもん。あ、横に切るんだ。それでさ、こうやってちっちゃく。なんか、おしゃれないって言ってた。前買ったやつです。そう、せっかくあるから出してみました。あ、使ってなかったか。オピネルのナイフ、なんなら初めて見たえ、そうそう、毎回これでさ、なんかさばいてる魚。あ、ほんま？魚さばいてる。え、アジみたいなのさばかなかった。あ、刺身？うん、さばけてる。なってるよ。濃くなってる。玉ねぎ。これもみじん切りだね。痩せて玉ねぎ切ってても目があれだよね。しびれない。今はちょっと花粉で鼻がやばいけど。あ、そう切るんだ。みじん切りの時はちょっと新玉でなんか柔らかくてあれだな。あ、そう、新玉にしたの。大きい方が食感もあっていいでしょう。ちょっと柔らけ。硬そうだけど。とりあえず切った食材を入れて、ニンニクチューブが3センチぐらいって言ったけど、ちょっと多めに入れました。あとは砂糖小さじ3ってなってたけど、4杯ぐらい入れたかな。うん、でそこに水を300入れて。え？うん。こぼれないね。ここくらいかな。そうそう。次に醤油を、本当は300なんだけど、150ぐらいにして、めんつゆを50にしようか。で、150まで入れて。はい。ちょ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 っと。うわ。一回手離して。うん、空気入れて。話して、あるかな150も。いや、わかんない。ちょっとじゃあ変わろうか。うん、あ、だ大丈夫。 OK、 よし。あ、残ってる、まだ。え、醤油がさ残ってるさ。うん、お、これをそれを入れて、これもこぼれない。おお。で、次に。バイ。次よ、めんつゆを。いい、入れて入れて。あ、こういう風か。ちょっと混ぜ混ぜして、あとはでいいかな。優しく全体的に混ぜ混ぜ。そう。ああ、混ざってきてる。おお。よし。これじゃあ明日楽しみですね。うん。多分ちょっと足りないのがごまとか鷹の爪がなかったけど。一応味はいいと思う。うん。ピロンと舐めて。ね。じゃあ手チョンとして。うん。分かんない。お、お、いい、いい。で十分じゃない。いい、よし、じゃあ明日の朝食べてみましょう。しゃー。ね。どうできた？今が何時間ぐらいつけたかね。朝になった。6時間くらいでしょ。ちょっとネギじゃない。朝だしさ、ネギ臭くなったら。汁も入れんの。
どんな味なんだろうね。なんかネギの味しかする気がしないんだけど。もうちょっとじゃあ足す。いやどうかね。朝だよ今。これから学校だよ。これを。食べてみようじゃん。半熟だといいね。なんかね。よし、楽しみだ。いけよ。硬い。ギリなってない。硬かったね。硬かったね。まあでも味が染みてるかもしれないよ。食べてみる、味はどうか。何味？普通の煮卵と違う？ネギと醤油とめんつゆ。じゃあいつもの煮卵にネギが加わったって感じ？そう。それが美味しい。うん。ご飯と合う？合う。麻薬っぽい、うん、何個も食べたくなる、うん、やめようはそんなになんないネギ好きな人はなりそう、うん、じゃあ次はもうちょっととろっとなるように4分とかにしよう、うん、あ、そうしたらあれかも、うん、じゃあ次はとろっとなるようにリベンジしましょう。イエーイ。はい、じゃあね。